辻中病院柏の葉でのピロリ菌検査及び除菌の流れについてご説明します。この動画では、1、ピロリ菌除菌の意義2、検査の方法3、除菌治療の手順4、除菌後の効果判定とフォローアップ5、有害事象について解説します。この動画は主にピロリ感染の診断と治療のガイドラインを参考に 作成されています。1. ピロリ菌除菌の意義。ピロリ菌感染は、胃がん、胃潰瘍の発症リスクを増加させることが知られています。臨床試験により、ピロリ菌除菌で、これらの疾患の発症リスクを低下させることが示されており、内視鏡検査などで感染を疑う方には、積極的に検査、治療を進めています。2. 2検査の方法。 ピロリ菌感染の有無を調べる検査として、採血法、内視強化の正検法、呼気検査、尿検査、便検査が挙げられます。当院では、採血法で行うことが多いです。採血法では、本来はピロリ菌がいるのに陽性と判定されない偽陰性があります。結果が陰性であっても、 数値が3.0より高い場合は医師にご相談ください。3. 除菌治療の手順。ピロリ菌検査が陽性の場合は治療を行います。胃薬、抗生剤を組み合わせた治療を1週間行います。当院の除菌では1回分の処方がセットになったボノサップ、またはボノピオンを用います。抗生剤のアレルギーがある方は 除菌の治療方針が変わることがあるので、担当医師に必ず伝えてください。また、治療期間中のアルコール摂取は控えてください。4. 除菌後の効果判定とフォローアップ。除菌治療を行った2ヶ月後に、除菌の効果判定の検査を行います。効果判定の4週間前から、胃薬を中止します。効果判定は、呼吸、便、 内視鏡のいずれかの検査が用いられます。当院では、通常、呼吸の検査で、効果判定を行います。呼吸検査の当日は、食事を取らず、少量の水を飲む程度で、ご来院ください。コーヒー、お茶、ジュース、常用薬、サプリメントも中止してください。前日までは、通常の食事で問題ありません。検査結果はすぐに出るので、当日、 外来で医師が説明します。一回の治療でうまくいかない場合は、二次除菌を行います。一回の治療で除菌できる可能性は92%ほどで、二回目も含めると98%程度と言われています。ピロリ菌を除菌した後に再度感染することは極めて稀であり、ピロリ菌の再検査は不要です。一方で、除菌後も胃に、 感染の後は残り、胃がんのリスクになるため、定期的に1から2年ごとの胃カメラを受けることをお勧めします。5. 有害事象治療が中止となるような有害事象は1.3%程度と報告されています。特に、抗生剤のアレルギーは注意が必要です。アレルギーの症状が強く、呼吸区、全身の創用感、粘膜のむくみ、 下血などあれば内服を中止して病院へご相談くださいまた、下痢、味覚異常などの有害事象が起こる確率は4.4%程度と報告されています。症状が強くなければ治療は中止しないことが多いです。治療後に逆流性食道炎という胸焼けの症状が出る方がいます。通常は数週間で改善しますが、 症状が辛い場合はご相談ください。以上、辻中病院、柏の歯でのピロリ菌除菌の手順などについてご説明しました。他にも、胃大腸内視鏡検査などの情報発信も行っていますので、ご参照いただけますと幸いです。